人間の肉体が持つ美しさで感動を与える表現、それはダンス。バレエ、そしてジャズはその代表。バレエはルネサンス期、イタリアで産声を上げました。その後、フランスでルイ14世により確固たる地位を築き、ロシアで振付家マリウス・プティバと音楽家チャイコフスキーによって大きく花開き、世界中に広がったのです。そしてバレエはアルビン・エイリーたちがその世界を大きく広げ、前衛という領域までも進化し、モダンというジャンルを作り出しました。1920年代ニューオーリンズでジャズダンスが誕生。始まりは黒人のためのダンスでしたが、次第に白人にも広がり、さまざまなダンスを包括していきます。ジャズダンスはアメリカ文化とヨーロッパの文化がぶつかり合って、よりしなやかに、より小的なダンスへと進化を遂げました。そしてシアターダンスとしてブロードウェイで華やかなアメリカの象徴ともいえるダンスとなっていきます。その中でジャズダンスをアートにまで昇華した異能の天才が登場します。1960年代ダンサー、コレオグラファー、映画監督として活躍したボブ・フォッシーです。彼はブロードウェイミュージカルやミュージカルフィルムに多大な影響を与えました。ブロードウェイはその後、キャッツ、コーラスライン、キャバレー、シカゴなど現在にも残る数々の名作を生み出し、その中にジャズダンスが息づいています。
out to Monday. Something's not the same. Blank head, crossed eyes, sweep the floor. Feel your presence in your absence. Shut the door. Oh, oh, oh.